78.0. FM Naha. Your radio station. お聞きの皆さん、おはようございます。7月12日木曜日、ただいまの時刻は8時1分になりました。カルチャンプルーな沖永通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日木曜日の担当はさゆうこと立花さゆりです。これからの1時間どうぞお付き合いください。今週のスタートは、台風そして大雨の影響で空模様も荒れておりましたけれども、今週中盤を、ね、迎えました木曜日、素晴らしい天気に恵まれております。あ、夏が戻ってきたな、また暑いなというふうに感じておりますけれどもね、皆さんのお住まいの、天気、お天気いかがですか。はい、ですね、一部梅雨明けをしたというところもあり、でまだ梅雨明けをしてませんというね地方もあるということなんですけれども、沖縄は先月の、6月の23日頃だったかな、もうね早くも、全国も早く梅雨明けをしております。本当にね暑いですね。はい、今日ですね夜中、はい、午前2時頃なんですけどもね、夢を見ましてあまり夢を見る方ではないんですけれども、今日見た夢なんですけどもね、何かねこう怖い夢でしたよなんだろうな、まず何が怖いって、ちょっとミステリアス的な怖い夢でしたね、はい、でそれから仕事の打ち合わせをする夢といろいろ混じっておりますけれども、私大体こう怖い夢を見るときって、ですね、焦ってるときなんですね仕事に追われているという時に、こういった怖い夢、プレッシャーがかかっている時によく見るなっていうのがこれまでの統計です。皆さんいかがですか。リラックスしている時には、そんなにね、あの夢もしかしたら見ないのかもしれない、何かあれもしなきゃこれもしなきゃっていうふうにね考えていると、こういったね、あのちょっとこう追い詰められるようなね、怖い夢を見るということなんですけれどもね、本当にあの不器用な日々を送ってますのでね、一歩一歩やっていきたいと思いますけれどもね、はい。さあそんなね、あの怖い夢なんですけれども、このテーマを選んだから、そういう風になったのかなとも思いますけれどもね、はい、では、早速本日のテーマお伝えいたします。さあ夏といえば海、バーベキュー、花火、お祭りなどありますけれども、このキーワードも夏ではないでしょうかね。テーマはお化け屋敷テーマはお化け屋敷ですよ。皆さんお化け屋敷好きですか。私はの大の苦手ですスタッフさんも、苦手と言っておりましたけれどもね、このお化け屋敷、はい、実は、今週末かな、そうですね、7月14日から、この那覇でも話題のお化け屋敷がやってくるんですね、のっぺらぼうというお化け屋敷なんですけども、今 CM でもじゃんじゃん流れております、こののっぺらぼうの CM を見て、あ、もう
この季節が来たんだなということで、今日のテーマはお化け屋敷に、してみたいと思います。皆さんお化け屋敷入ったことありますかね、また平気ですかということなんですけども、まあ、お化け屋敷に関するエピソードこの後もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。そしてこのモーニングナハは、サポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいておりますよ。そしてメッセージもね、皆様からたくさんいただいておりますけれども、はい、また後ほどご紹介したいと思います。それではモーニングナハ、今週も今日もどうぞお付き合いください。では今日のテーマ、お化け屋敷ということで、お化けにちなんだ曲集めてみましたのでお届けしたいと思います。まあ、代表曲といいますか、これもそうなんじゃないでしょうか。マイケル・ジャクソンでスリラー。FM Naha. は8時8分です。モーニングナハお届けしております。この番組では皆様からのメッセージ、曲のリクエストなどもお待ちしておりますよ。アドレスご紹介しましょうね。 780@fmnaha.jp 数字の780@fmnaha.jp までお願いいたします。またFM 那覇のウェブサイトトップページにありますメールフォームからも送ることができますので、ぜひ、番組までメッセージお寄せください。またツイキャスト、ユーストリームでも動画配信をしておりますので、どうぞそちらでもお楽しみください。それでは今日のお天気、交通情報をお伝えいたします。今日7月12日木曜日は旧暦の5月29日、お天気、南東の風やや強くのち、東の風やや強く晴れ、朝晩曇り、ところにより朝から昼前に雨、波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル。今日の降水確率は、この後お昼12時まで 20%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、夕方6時から深夜0時まで 20% となっております。また今日日中の予想最高気温は那覇で31度。今日の潮は大潮です。この後干潮、今日は1回しかありませんね。お昼12時37分満潮、2回目午後7時12分。今日日の出、那覇で午前5時45分でした。日の入りは午後7時25分です。また現在本島中南部に波浪注意報が出ております。続いて交通情報をお伝えいたします。まずはじめに高速道路です。高速道路、現在、特に変わった、お知らせは届いておりません。続いて那覇市内の交通状況をお伝えいたします。那覇市内一部の地域で渋滞が起きております。まずは首里方面、義母交差点から、鳥堀交差点から崎山向け、同じく義母交差点から、古島向け、こちらの箇所で渋滞が起きております。あと山川付近もそうですね、はい、それから古島方面、安里北方面、国道58号線阿蛇から上野屋泊まり方面、
また寄宮交差点から堺町向け、国場向け、こちらの箇所でも渋滞が起きております。また上間交差点から国場向け、中今付近、余儀交差点から麻団橋小羽倉方面、国道329号線山下南から山下方面、小禄付近、国道331号線赤峰付近、こちらの箇所でも渋滞が起きております。さあドライバーの皆さん、お天気もいいですね。ついつい、スピードを出しがちな、いい天気になっておりますけれども、ぜひゆとりを持って、そして車間距離を保ちながら安全運転でお出かけください。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。さあツイキャスから、おはようメッセージ届いております。夏の川島アイメルキーさん、おはようございます。そしてカンパチさん、おはようございます。ライチさん、グッモーニーンということですね。ライチさん、今日のスタートはハエバル、曇り晴れ、セミが大合唱してますよということですね。はい、本当にね、セミの大合唱もうすごいですよね。朝からけたたましくと私は言ってますけれども、泣いておりますけれどもね。そして皆さん気になっております、サッカーワールドカップ決勝はフランス対クロアチアということですね。こちらの行方も気になりますよね。私はがっつり見る方じゃないので、こういった情報をいただけるととても嬉しいです。ライチさん、個人的にはクロアチア応援してますよということですね。はい、そして直樹先生、遅れました、おはようということです。そしてかっちゃんさん、さゆさん、リスナーさん、おはようございます。はい、かっちゃんのお住まいの地方、最高気温30度、最低気温26度、今日は誰かの夕立や雷に注意ということですね。はい、これが天気予報でした。恋愛占いはまた後ほどお伝えいたします。続いてのコーナーは波の上海空公園日記です。はい、モーニングナハではこの時間、波の上にあります海空公園の情報をお送りしておりますよ。はい、この、ね、波の音、そして、汽笛の音、本当にね、夏らしい爽やかな BGM でスタートしておりますが、はい、皆さん、ダイビングは楽しんだことはありますか？はい、沖縄のね、マリンスポーツのダイビング、私は過去に1回だけあります何年も沖縄に住んでおりますけれども、過去に1回だけ経験がありますね。沖縄の方で楽しまれる方も多いですけれども、また県外や海外からも多くの方がこのダイビング沖縄で楽しまれております。またダイビングはちょっと怖いんですけど、シュノーケリングぐらいからスタートしよう、シュノーケリングなら任せてっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、この波の上海空公園ではですね、シュノーケリングができる、体験できるということで、ウェブサイトに掲載されておりますので、このシュノーケリングのタイムスケジュールを少しご紹介したいと思います。9時にスタートした場合の例なんですけれども、午前9時、波の上海空公園の管理事務所に集合していただき、受付とそして料金のお支払いをしていただきます。ちなみに集合時間なんですが、ですね、1日に5回ありまして、9時、10時半、1時、2時半、4時となっております。こちらは6月から9月の限定の開催なんですけれども、変更もあるかもしれないので、
そのあたりは、はい、事務所の方で確認いただきたいと思います。でまず9時に集まっていただきまして、それから書類に記入していただきますね。皆さんの健康に関する簡単な質問事項に、チェックをしていただきます。それからシュノーケリングの説明、まずは機材の使い方、そして泳ぎ方などを簡単に説明してもらいます。それから、9時半には着替えをしていただきまして、はい、水着ウェットスーツに着替えをします。で9時40分になりますと実際に海に入りまして、海での泳ぎ方を練習します。まあ、事前練習というところですね。まあ、10分ぐらいその練習が終わりましたら、シュノーケリングの開始ですよ。はい、サンゴやお魚を見ながら、ガイドがご案内しますということです。それから10時20分になりましたら、シュノーケリングを終えます。そうですね、だいたい30分ぐらいかな。はい、終わりましたら、シャワーやお着替えを済ませまして、10時半には解散ということですね。はい、9時からスタートしまして、およそ1時間半のプログラムとなっておりますね。もしご興味のある方、よろしければ波の上海空公園にお出かけいただきまして、シュノーケリングお申し込みください。以上、波の上海空公園日記でした。78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。ただいまの時刻は8時18分です。モーニングナハ、ただいまの時間は県内の紙面からニュースをお伝えします。まずは今日のテーマにちなんだといいますか、タイムリーな話題ですね。こちらは琉球新報の社会面からです。妖怪の世界へようこそ。那覇市内、水木しげるさんのゲゲゲゲゲゲゲ展が開幕しております。ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなど多数のヒット作を世に輩出した漫画家水木しげるさんの回顧展追悼水木しげるゲゲゲの人生展が11日那覇市の県立博物館美術館で始まりました。少年期の秀作や貸し本時代の貴重な漫画のほか、沖縄戦や沖縄の妖怪を描いた特別展示を含むおよそ390点を展示しております。この展示会は9月2日まで行われておりまして、入場料をお伝えいたします。一般1000円、高校生大学生900円、小中学生は600円となっております。水木しげるさんのゲゲゲの人生展、9月2日までというご案内でした。続いても琉球新報26ページ社会面からです。県出身のタレントリューチェルさんが、パパになりました。県出身のタレントリューチェルさんが11日、モデル・タレントで妻のペコさんとの第一子が7月11日に誕生したことをブログなどで報告をしました。子供は男の子で3576グラムです。リューチェルさんは、3人で大変な時でも笑いの絶えない愛にあふれた家庭を築いていけるように、最高なパパになれるように頑張りたいですと喜びを綴りました。出産にはリューチェルさんも立ち会い、ブログに、ママの優しさって本物の強さだなと感じながら、隣でペコリンを見守ることができて本当に素敵な時間でしたと記しております。そしてですね、はい、では残りのニュース、はい、残りのニュース一つお伝えいたします。こちら沖縄タイムスの社会面からです。池の水を抜き鯉を盗む。豊見城の上間菓子店の敷地内で錦鯉20匹が被害に遭いました。スパイマン工場がある上間菓子店の敷地内の池から6月29日錦鯉20匹が
盗まれていたことが分かりました。この店の会長の上間さんが育てていたもので、6月29日の朝、餌をやるときに気づいたといいます。亀7匹はそのまま残っておりました。上間さんは7月10日、豊見城署に被害届を出しました。また上間さんは池の水が抜かれており、計画的な犯行ではないか、稚魚から大事に育ててきた錦鯉で被害額は20万円くらいになるはず、許せないと話しているそうです。以上、県内の紙面からニュースをお伝えしました。FM Naha。Your radio station, Okinawa.時刻は8時23分です。モーニングナハ、今日のテーマはお化け屋敷。お化け屋敷、皆さんは入ったことありますか？きっとね、一生に、何度か入ったことあると思いますけれども、川島アイミルキーさんです。近所の神社では毎年12月の寒い季節に大きなお祭りがあります。そこに以前はお化け屋敷が出てました。あまり怖くなくて、中を歩いたら後ろの2人の女子高生が驚くたびに前にタックルしてきて、お化けよりもそちらの方が怖かったですということです。あ、そっか、女子高生ね、2人が歩いててもうすごいでしょうね。女子ならね、もうワーキャーって感じでね。これはじゃあ、あまり後ろの人と距離が離れてなかったのかな。はい、そうですよね。あのお化け屋敷を堪能するより後ろからやってくるタックルの方が心配なのかもしれませんね。はい、それはあると思いますよ。はい、そして直樹先生ですね。お化け屋敷、昔幼稚園の遠足で二人乗りの乗り物のお化け屋敷に行き、一緒に乗った幼稚園の先生が怖がって僕の首を絞められた思い出がありますということです。ああ、先生ダメじゃんねえ、首を絞めたらダメじゃんあの二人乗りの乗り物ありますよね。はい、もう昔、私もずっと前に花屋敷だったかな、もうちっちゃいお化け屋敷だったんですけどね、はい、二人乗りの乗り物、一人で乗って怖かった思い出があるんですけども先生よっぽど怖かったんですね。はい、そしてかっちゃんさんからもテーマお化け屋敷について届いてますよ。かっちゃんはね、彼女いないときは親友と二人でお化け屋敷に行きました。実は二人ともめっちゃ怖がりで、わーわー女の子みたいに大声出していたら、なんと室内にマイクがつけられていて、外に俺らの声が漏れていたそして外に出たら並んでいる客にてんてんてんということです。まあ、注目されていたということなんですね。あ、なるほど。あのすごい効果音ですよね。実際に中に入っていらっしゃる方の声が拾われて外でマイクで広がっているっていうのはねあの男性の方でもね、本当にびっくりしてる声ありますよね。うおーとかね、すごい声でね、まだ女子とは違う声でね、あの迫力もあると思うんですけれども、まあすごい効果音にされていたんですね。そしてあまりにもこう騒ぎすぎて、あ、この人たちだったんだなっていう注目がねあったということですね。はい、そしてライチさん、修学旅行に行った時、三井グリーンランドのお化け屋敷は怖かった思い出があります。はい、九州かな、三井グリーンランド、お化け屋敷、向こうもね、あの怖いって有名ですよね。なんだ、テレビで見たのかな、映像で見たんですけどもね。あ、そっかそっか、怖かったんですね。うん、
あとね、遊園地と言いますと、ですね、調べてきました、あの富士急ハイランド史上最長の、そして最強のホラーハウスというふうにねありましたけれども、こちらは現在は、ですね、6月3日でリニューアルのため営業終了しておりますけれどもね、実は2階建てなんですけども、歩行距離がなんと900メートル、どんだけだろう、もう少しで1キロ、で所要時間がおよそ50分ということです。どうですか、50分間もね、お化け屋敷の中耐えられますかね。そのですね、舞台は廃墟となった総合病院、かつてこの病院では猟奇的な人体実験が繰り返されて、その餌食となった患者が大勢いたといいます。その患者たちはどんな末路をたどったのか、巨大病院に隠された闇が明らかになっていくということなんですけどもね、本当にこう身の毛もよだつ恐ろしさ、途中からリタイアする人も続出ですということなんですね。はい、目で見るだけではなく、こう五感で刺激する仕掛けが多数入ってますということですね。実はミスチーってタイヤがミスチーがこの富士急ハイランドのお化け屋敷に入ったよということでね、レポート受けたことあるんですけれども、本当チャレンジャーだなと思いました。本当にね、またリニューアル、再オープンが今年の夏頃ということですね。どうぞお化け屋敷好きな方、チャレンジしていただきたいと思います。では、うちなーぐちなうお届けしますのでお聞きください。タクジェイのうちなーぐちなう、今日のうちなーぐちはこちら、タチマチュータチマチュー、タッチは二つ、マチューはつむじ、二つつむじがある人のことをタッチマチューと言います。はい、みんな静かにして。今日からね、新しい英語の先生、スイスから。スイス？タックジェイ先生が来てます。国シュールだね。先生どうぞ。こんにちは、タックジェイでーす。皆さん、はじめまして。皆さんね、英語を教えますよ。なんか嫌だ、君たちちょっとうるさいな、ね、勉強しろ、気ならでも静かだった、本当にもうダメだな、うるさいな、お前たち黙れ、タッチマチュスイスから来てすぐタッチマチュ見たらお前テンションも下がるだろう、お前スイスのタッチマチュ、俺はタッチマチュじゃないよ、ふざけるなよ、これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る、南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。改めましておはようございます。7月12日木曜日、ただいまの時刻は8時31分です。
カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日木曜日担当はさゆこと立花さゆりです。後半の30分間もどうぞお付き合いください。さて今日のテーマはお化け屋敷、お化け屋敷と題してお届けしております。先ほどですね、富士急ハイランドというところで、史上最長&最強のホラーハウスがあるというふうにお伝えしましたけれども、ですね、こちら、はい、アイミルキーさんからですね、富士急ハイランドのお化け屋敷は何年かおきに一新されていますが、どのアトラクションも怖さは半端ないですよということですね。ああ、そうなんだ、やっぱり怖いんですね。アイミルキーさん入ったことありますか？50分間ですからね、途中リタイアもありということなんですけれどもね、はい。そして沖縄の、この那覇にやってくるお化け屋敷、今週の土曜日からなんですが、のっぺらぼうというねタイトルでお化け屋敷がやってくるんですよ。内容をねちょっと紹介してみたいと思いますけれども、あなたは隣人の顔を本当に思い出せますかということですね。まずのっぺらぼうと言いますのは、日本でも昔から妖怪の一種として知られております。そのいわれはねすごく古いようなんですよ。実は紫式部の源氏物語の中にあります手習いという中にも、その一部が記載されておりまして、昔いたという目も鼻もない、除鬼滅鬼、まあ、女の鬼と書きまして除鬼滅鬼と記述があるそうですね。その生態は謎めいて、極めて謎に包まれていますということですね。1000年以上の昔から人間社会にひっそりと身を潜めつつ、本当の自分の顔を探しながら生き続けてきたと言われております。のっぺらぼうですね、うん。またこの現代でもこののっぺらぼう実は潜んでいるというふうにささやかれておりますよ。古い団地のアパートの一室で身を寄せ合いながら静かに暮らしていると言われていました。そして人の顔が剥がされるという猟奇的な事件が起こり、のっぺらぼうが動き出したのではないかという噂が流れ始めています。これまで潜んでいた彼らがこのような形で現れたことについてはいろいろな説が語られておりますが、現代人に警告を鳴らすべく活動を活発させたという噂がありますということですね。まあそんなテーマを含めながら、こののっぺらぼうというお化け屋敷ね、え開催されますけれどもね、この特殊メイクがなんかすごいっていう風にね聞いてますけれども、うん、ウェブサイト見ておりますと、プロのね一流の方が手掛けた特殊メイク、そちらにも注目できるかな。そんなゆとりあるかな。はい、こののっぺらぼうですが、7月14日土曜日から9月30日まで開催されております。国際通りから市場本通りに入って徒歩3分ですね。公設市場の奥、浮島通りの交差点のそばに、こののっぺらぼうやっておりますよ。営業時間が平日の1時から夜の11時、土日祝祭日および8月の、後半の夏休み期間は、お昼12時から夜の11時まで行っております。まあ、夜行くとね本当リアルな感じがしてね、きっとこう夏の暑い夜も、涼しく過ごせるんじゃないかなというふうに思っております。一般が1000円、小学生が500円、ただし小学生は保護者同伴でお願いします。未就学児の入場は不可となっておりますということです。はい、ぜひぜひ、沖縄在住の皆さん、そして県外から沖縄に観光に来るよっていう方、まあね、話題の一つとしてこのお化け屋敷のっぺらぼう体験してみてはいかがでしょうか。ということで、お化け屋敷の情報をお届けしました。かっちゃんさんからリクエスト入ってますね。はい、水木一郎お化け屋敷のロックンロールありますかということなんですけれども、ですね、こちらはあるのかな。私が今かけようと思っているのが、お化けのロック、すっごく懐かしい歌だと思います。郷ひろみとキキキリンさんが歌っている曲ですね。こちらをお聴きください。78.0 Anettai Radio FM Napa。
モーニング那覇お届けしております。それではお天気と交通情報をお伝えいたします。今日7月12日木曜日は、旧暦の5月29日です。お天気、南東の風やや強く、後東の風やや強く晴れ、朝晩曇り、ところにより朝から昼前雨、波の高さは 2.5 メートル後 1.5 メートル、降水確率はこの後お昼12時まで 20%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温、那覇で31度です。今日も暑い日になりそうですね。どうぞ熱中症対策に気をつけながらお過ごしください。今日の潮は大潮です。干潮、本日は1回しかありませんね。お昼12時37分、満潮2回目、午後7時12分、また日の出は那覇で午前5時45分でした。日の入りは午後7時25分です。そして現在本島中南部に波浪注意報が出ております。続いて交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路です。下りの方からお伝えしましょうね。沖縄道下り、那覇インターチェンジ付近、工事のため第一走行規制が行われております。続いて沖縄道下り、金インターチェンジ付近、事故の復旧工事のため追い越し車線の規制が行われております。合わせて沖縄道下り、宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジ間、工事のため第一走行規制が行われております。合わせてですね、故障車が確認されております。故障車が2台沖縄道で確認されております。まずは下り、石川インターチェンジ付近、そして、宜野座インターチェンジ、こちらで故障車が確認されております。沖縄道故障車が2台、石川インターチェンジ、宜野座インターチェンジで確認されておりますので、お近くを通られる皆さんは、気をつけて走行してください。続いて那覇市内の交通状況をお伝えいたします。那覇市内8時台前半の時間より少し混雑が目立ってきました。まずは首里方面です。鳥堀交差点から義母交差点、義母交差点から古島向け山川付近、安里交差点から草原寺向け、国道58号線阿蛇方面から上野屋泊まり、そして古島向け、失礼しました、前島向け、こちらの箇所でも渋滞が起きております。また寄宮交差点から栄町方面、上間交差点から中間国場向け、合わせて坪屋の交差点から余儀マダン橋小羽倉方面、こちらの箇所でも渋滞が起きております。また国道329号線小羽倉から朝日町、朝日町から朝日橋、そして山下南から山下向け、国道331号線赤峰付近、こちらの箇所でも渋滞が起きておりますね。どうぞドライバーの皆さん、今がちょうど出勤通勤のピークの時間かなというふうに思われております。どうぞゆとりを持って車間距離を保ちながら、どうぞ安全運転でお進みください。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。さあ、モーニングの葉、続いての曲はレイ・パーカージュニアでゴーストバスターズ。
FM 那覇。時刻は8時46分です。それでは県内の紙面からニュースをお伝えします。まずはじめに琉球新報社会面からです。台風8号先島の生活を直撃、キビ、マンゴーの被害が相次いでおります。台風8号は11日午後6時現在中国の南部にあり、沖縄地方から遠ざかっております。県内では7人が軽傷を負ったほか、県によりますと先島を中心に農林水産関係の被害総額が合計で8億537万8000円に上りました。また9日以降、空路空の便は280便の欠航で2万7457人、クルーズ船8便の欠航で1万6914人の合計およそ4万4000人の足に影響が出たと発表しております。また宮古八重山地方では各地で停電や木がなぎ倒されるなどの被害がありました。非常に強い台風8号の影響直撃を受けた宮古島では一夜明けた11日、停電、街路樹の倒木、そして農家のビニールハウスの一部損傷などの被害がありました。石垣島でも倒木によって道路が塞がれたり、また街灯が折れたりする被害が確認されており、各地で後片付けに追われる市民らの姿が見られました。懸念されていた農作物への影響は、農業関係者は台風の通過速度が速かったことから予想よりも被害は少なかったと胸をなで下ろしております。続いて琉球新報の社会面からです。訴訟の告知はがきに注意。県消費生活センターによりますと、6日頃から消費生活相談センターを名乗るはがきを使用した架空請求が県内の高齢者などの自宅に届いております。はがきには、訴訟告知確認書として住所と個人名が記載されており、民事訴訟が起こされており、連絡がない場合は給与や不動産が差し押さえの対象になると記載がされております。消費生活センターは、連絡先に電話した人からお金を騙し取ることが目的で、はがきが来たら無視してほしい、絶対に電話をしないでほしいと注意を呼びかけております。はがきに関する相談は、これまでうるま市、宜野湾市、嘉手納町などから6日に2件、そして9日に1件、10日に2件の合計5件寄せられております。はがきが届き相談を寄せたのは高齢者が多いとのことです。以上、県内の紙面からニュースをお伝えしました。モーニングナハラストナンバーはこちらです。吉幾三でゲゲゲの鬼太郎。時刻は8時52分になりました。モーニングナハ、今日のテーマはお化け屋敷と題してお届けしております。メッセージ続けましょうね。こちら川島アイムルキーさんからです。
さゆさんはお化け屋敷の中での進み方なんですが、1番歩いて進むか、2番乗り物に乗って進むか、どちらが怖いですかという質問ですね。ちなみにアイミルキーさんは、乗り物に乗って強制的に進む方が怖いです、もう勘弁してよって感じになりますということですね。あ、そうなんですね。私とは逆ですね。私は歩いて進む方がもう断然怖いです。もともとお化け屋敷も大の苦手で、それこそね、小さなお祭りの中にこさえてあるお化け屋敷、あれそれでもダメですね。まずこう暗いっていうのと音がすごいっていうのね、そういったのでもう驚きまくっていますけれども、その中でましてこう自分の足で歩くっていうのまず足が進みません。止まってしまいますね。一度ね、大学祭、沖縄には琉球大学という国立大学があるんですけれども、その琉球大学の、大学祭かな、学祭の中でお化け屋敷があったんですね。でそこの中で友達が、主催してるからっていうことで行ったんですけれども、まあその中でももう足がすくんでしまって前に進めなかったんですね。でそこでそれを見かねて、後ろの人が詰まるってことなんでしょうね、お化けさんがこう手を引いて出口まで私たちを導いてくれました。本当にね、もうそのぐらいね、ビビリです。そしてかっちゃんさんです。テーマお化け屋敷。かっちゃんはね、友達と違う遊園地のお化け屋敷に入った時、途中で女の子2人に声かけられて、一緒に行ってもらえませんかと言われたので、その返事はもちろん OK。 腕組まれてラッキーでしたということですね。でお友達の方はいきなりダッシュして走ったので、そっちにビビりましたということなんですね。はい、本当にそうですよね。女子からね、もう怖いから一緒に入ってっていうことで言われたら、男性としてはどうなんでしょうかね。ここでなんか家僕も怖いからって言えませんよね、きっとね。はい、なのでね、ぜひその際は一緒に入ってください。ただ女の子の前ではやっぱりびっくりしてるなとかビビってるなっていう姿は見せられないというところなんでしょうかね。そしてね、私の友達の話なんですけれども、お化け屋敷にアルバイトをしておりました。沖縄にもですね、数年前にすごい怖いと言われているお化け屋敷が2度ほどやってきましてね、でその際にお化け屋敷でアルバイトしてたんですけども、その時にあったリアルな話ですけどね、まずモニターを通してるんですよね。でそのモニターで中のお化け、なん違うや、人の様子を確認してるんですけども、でそしてね、今男の子が通ったから、よろしくねってスタッフ同士でインカムしてましたら、いや男の子通ってないよっていう話で、いやいや画面に映ってたからとか言ってね、まあ、して男の子、小さい男の子が一人で入るかな、ね、そんなこともねあったんですけども、あとあるところを通ったら、人が通ったらベルが鳴るんですけれども、でそのベルがね、誰も通っていないのになったとかね、そんな不思議な現象があったよっていう話聞いたことありますけれどもね。さあこれから夏本番、このお化け屋敷もあちこちで開催されると思いますね。どうぞお化け屋敷大好きな皆さんも楽しみください。そしてあっという間に時間ですね。モーニングの葉、明日は、レナちゃんと、レンさんのモーニングの葉でお届けします。明日もどうぞお楽しみください。また週末3連休、皆さんも良い週末をお過ごしくださいね。それでは、あ、これがオフトークですね。メッセージが一件届いてたので、そこもお伝えしようかなと思って、 ありがとうございます。切ってこれね。覚えました、はい、そうなんですね。アイミルキーさんですね、大学のサークルで肝試しをして1年生の時に先輩の女性と組まされました。ほう、先輩は驚くたびに抱きついてくるので、うぶな私はこれが大人の世界かなと思いましたということなんですね。男子の皆さん、お化け屋敷ではねえ、女子と一緒に歩くと、いいことあるんですね。逆もあるかな、ね、女の子が強くて、ね、男の子の方がすごくびっくりして逆に抱きつくとかいうようなことももしかしたらあるのかなというふうに思ってしまいましたけれども、本当にお化け屋敷あちこちで、ね、ありますのでね、
ありがとうございます。カチと SKE48 の、48さんですね、コインいただきました。ありがとうございます。オフトーク、番組終わった後、あまり挑戦してみてないんですけどもね、他のパーソナリティさんが楽しくやってるので、私もちょっとやってみました。はい、ありがとうございます。アイメルギーさん、オフトーク聞いてくださってるんですね。はい、はい、ありがとうございます。オフトーク覚えます。スイッチを切ってマイクを上げるということなんですね。だいたい皆さん9時までこのオフトーク付き合っていただいてるんですよね。番組進行してますとね、自分の中でもういっぱいいっぱいになってしまって、なかなかオフトークできないんですけれども、この番組させていただいたのが去年の、3月9日ですね。ですので1年ともう4ヶ月が過ぎようとしております。なかなか機材を覚えない、まあ、でも好きなんですよ、機材は好きなんですけれども、覚えることがね、なんだろう、もうスタッフさんに甘えっぱなしでいるので、なかなかできないんですけれども、でもこうやって一つずつ覚えていくのも、また楽しいなと思っております。そして3連休が始まりますね。16日は海の日ということでね、皆さんのお住まいの地域お天気良くなるかな。沖縄はもう晴れそうですね。はい、海のレジャーも楽しみですね。はい、私は海は、夜行きたいと思います。夜、日が暮れて紫外線もない頃楽しみたいと思いますよ。はい、ということでどうぞ皆さん、週末3連休の方もいらっしゃると思います。またお仕事頑張りますという方もいらっしゃると思います。どうぞ楽しい週末お過ごしくださいね。オフトークお付き合いいただきましてありがとうございました。